はいさーい。はいさーい。今ね、撮影があるんです。そうですね、あまり何も聞かされてないんで、うん、確かに何の撮影があって何に使うかも聞いてないでしょ。うん、そうですね、うん、あと夏服と冬服持ってきてねって終わった後はスポーツ大会よってみんなすごいだって、うん、8時半に来たら早って言われたことがあるあ、言われた言われた、うん、みっちゃんにね、ちゃんと来たんだもん。よし、笑いたかったら笑えばいいんだよね。ちょっとメイクしてるんだから しゃべれない。あ、いいですよ、考えられる。まあ、慣れてますか。うるさかったらこの筆で目つぶったらしうるさい、くそってはい、これでユッシー完成ですね。ユッシーだお。あ、違うな、こっちですね。メイクってすげえなと思ったんですよ。特殊メイクすげえ。すごいっすね、15分ぐらいで完成しましたね。原宿歩きたいっすね。歩きたいってむしろ一瞬されるかもしれない。なんで帽子かぶったままやるそれなんすか。取らないっすか。はい、EXILE みたいにしてください。はい。すごいまつげ長いですよ。あ、そこらへんなんか…やめてやだやだ、お釜みたいになるじゃん。ブラック企業を務めの証と言われる目の下のクマが綺麗になくなりました。でも若々しくなった。男…やめろ。僕のアフターですね。完成です。いや、唇がね、油っぽくてびっくりしてびっくりしてますジョイ先生ですね。普段はメイクしてる側ですけど、してるかも。濃いなと思って。なんか髪の毛の色がよ、メイクしてるしみたいな、美容系の人みたいな。一個の友達です。女子になるつもり。俺普通がまだ笑うから。俺何も言ってないよ。みんななるよ。ジョイの髪の色って何色これ。本当は赤色です。イメージカラーと全然違かった。グレープフルーツみたいな色してるな。褒めてる。褒めてる。ちょっと2回目があって、甘い。初めて食ったっすよ。食べたくないな。どういうのは食いたくないな。喜ばしそう。変な感覚ですか。なんか変な感覚。なんか人生初なんで。なんかテカってますよ。俺デフォだからね。これでデフォだからね。女性の方大変ですね。いろいろ下地塗ったりとかね。これ毎日やってるんですよ。すごくないですか。これ大変だ。もう女性の方リスペクト。すごいなんか、毛並みがいい犬みたいになってる。トーストに負けてる。初めてじゃないか、セット初めてっすね。13行目東京ぐらいじゃないか。軽く立ってるらしい、今。これなんかあれですね、これヒゲとかもね、薄くなるんですよ。赤ん坊レベルよ。大ギャローかなってますね。大ギャローかな。自分の顔でバブン。一回細くしすぎたら外人にホモって言われたことがある。それ以来若干ちょっと太ももにしてますね。坊主にしたらホモって言われた。マグロさんなんか敗戦でも一時期言われてましたからね。ちょっと嬉しいんですか、マグロさん。ホモって言われてマジで嫌なんだけど。それに関しては本当に嫌なんだけど。すいません、すいません。ダメですよ、やってる時に笑かしたらダメですよ。お、タクシー完成ですね。おーよっしゃー。よし、ありがとうございます。なんか皮膚は諦めたみたいな。カンフー服みたいな寝巻き着たらもうそれっぽくなった。ああ、その半ヒッポっぽい。ちょっとめっちゃニハオって感じ。あの泣きながら戦ってそう。情けない情けない。そう、なんか革ジャン。さっきごっついヤスリみたいなやつ。何で使うんですか。歯を削る気が。大したの。服装と合ってる。服装と合ってるから、ね、こんな爽やかだった。爽やかさが増した。まあ、ジョイから変わった。ジョイさんすごいっすね。変わった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 。マジでな。セットだけで全然変わる。体型も変わってる。体型は変わる。体型はメイクされてない。日本人に変わりたいっすね。ベトナム人によく似てるって言われるから。あ、ちょっと色がね、お肌が。日本人になりたいですね。ベトナム語をマスターしたらもういけるかもしれない。いけるかもしれない。あとなんかちょっと細いバイク乗ったらね、トゥクトゥクトゥクな。ピッカさん変わってるけど、ツイストみたいになってるんですか。乗れる。ねじって、うん、甘め。このツールですね。はい、ツールです。帽子かぶったままやりますから。乗ります。なんかヒッチャーとダブりそうだな。
本当に寝れましたかね。寝れましたかね。どうすか。もうだいぶ日本人ですよ。宣材写真の方が終了しました。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。今回あの僕の妹中里さん、はい、中里さん、中里っていうカメラマンです。アイサイは被写体としてどうでした？なかなか良かったです。ありがとうございます。こっちなくて良かったです。ありがとうございます。カメラマン中里さんの電空下に貼ったのでね、よかったらシャッターボタン押してほしいって方は連絡入れるといいと思います。はい、ウェディングフォトとかもやってる、はい、おお、やってるんですか。あと観光してきたときにちょっと写真撮ってもらっていいですかも。なんで、あー、なるほど。ちょっといいですかっていう旦那の浮気現場、ちょっといいですか。探偵探ちょうどホテルから出る瞬間、ちょっといいですか。それ、俺たちの仕事ね。探偵のなるべくいるか。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ねえねえ、お父さん、ハイサイ探偵団見てくれた？見たよ、昨日も見たぞ。面白かったよね。うん、実はお前が塾に行っている時も見たぞ。ずるい、抜け駆けじゃん。もう、うんうんうん、動画を見てみたら分かったよ、たくさんあるから楽しめたよ、君が好きだからパパも好きになったよ。ゲーム実況の動画も見たよ。あれはいまいちだな。それな。